はい、皆さんこんにちは。レック不動産鑑定士講座で、鑑定理論という科目の講師をしております不動産鑑定士の川原と言います。ではこのタイトルですね、まだ間に合う2024年担当一発合格法というテーマでガイダンスをさせていただきます。年明けからでも2024年度ですね、担当に合格することができるですね、一発で合格することができるんだということですね、さまざまな角度から説明をさせていただきます。で、鑑定士試験なんですが、まずは担当式試験ですね、受験をしまして、で合格して論文式試験で最終合格ね、このようにこう2段階選抜方式となっていますので、まずは担当式試験の、ね、概要から説明をしていきます。で、試験科目はと言いますと、担当式試験は、行政法規という科目と鑑定理論という科目ね、2科目で試験が課せられます。まずは行政法規、建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことありませんでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのがこの行政法規という科目になってきます。宅建試験とか勉強された方は、勉強されたことの4割ぐらいが重なってくるような、まあ、入りやすい科目がこの行政法規という科目になってきます。一方、鑑定理論ですね。不動産を鑑定する際の理論ですね。不動産の鑑定というのは、不動産の経済価値を判定して、いくらいくらという金額を出していく。それは鑑定というんですけど、その鑑定する際の理論、考え方を学んでいくのが、この鑑定理論という科目ですね。不動産鑑定士のこうね、専門科目が、ね、この鑑定理論ね、科目ということになってきます。いずれも択一式マークシート方式で40問ずつ出題されまして、2時間ずつで解いていくとね、そういった担当式試験ということになってきます。で、いつ試験が実施されるかといいますと、例年5月の中旬の日曜日ですね、第2もしくは第3日曜日が試験日程となっています。で、どれぐらいの率で合格できるかといいますと、近年はだいたい 36% 強で合格できています。宅建試験が確か 15% 前後だったと思いますので、まあ、単純な比較はできないと思うんですけど、まあ、合格率という意味ですと、宅建式よりもこの担当式試験の、ね、受かりやすい、まあ、3人に1人が合格できるのが担当式試験ということになってきます。で、どれぐらいの、ね、点数で合格できるかというと、願書にはおおむね7割が基準と示されています。ただ鑑定試験の相対評価の試験ですので、問題の難易度によって合格内容ですね、これ上下していきます。直近令和5年の本試験問題は、66.25% で一応合格できた、ね、そういった合格内容になっていました。では担当式試験合格するためにはどれぐらいですね、勉強時間必要になってくるのか。標準的な学習時間は、だいたい500時間ぐらいと言われています。これ、講義の時間も含めて500時間ぐらいですね。宅建試験がだいたい300時間ぐらいと言われてますので、その 1.5 倍ぐらい勉強していただければ、まあ、十分に合格することができるのが、この担当式試験ということになってきます。で、合格しますと、続いて論文式試験ということになってきます。科目は、鑑定理論、さらには民法経済会計学ですね、4科目で試験が課せられます。行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので論文では出されません。一方、鑑定理論はこれ専門科目ですので論文でも出題されまして、加えて民法経済学会計学、科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。で、いつ試験が実施されるかというと、例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験日程となっています。最終日月曜日ですので、お仕事されている方はね、事前にお休み取っていただく必要があります。これ真夏真っ只中3日間ですね、論文文章を書き続けなければなりませんので、体力勝負の、ね、側面もあるのがこの論文式試験ということになってきます。で、どれぐらいの率で合格できるかというと、近年はだいたい 16% 強ですね。まあ6人に1人しか合格できない、そういった合格率です。6人というのは担当式試験合格した人6人のうちの1人ですので、なかなか論文式試験はね、こう難しい試験です。で、いつも言い訳的にこの合格率のね、厳しさというのはこれね、合格した後のこの資格の使い勝手にですね、大いに関連性があるということです。つまり合格しやすいですね、試験だったり資格というのは、じゃあね、合格するとすぐに就職転職に直結するかというと、なかなかね、そうではないことが多いと思うんですね。一方で、まあ、司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率がなかなか厳しい試験というのは、確かに受かるのは大変なんですけど、受かりますとこれ希少性を生み出しますので、就職転職に直結するですね、そういった面でね、まあ、ポジティブに考えるようにしてください。で、
どれぐらい勉強すれば論文式試験に合格することができるかというと、まあ、標準的な学習時間はだいたい2000時間ぐらいと言われています。科目が4科目かつ論文なので文章を書く訓練もしなければならないので、まあ、2000時間ぐらいは必要と言われています。で、論文式試験なんですけど、これ苦手科目があるとなかなかね合格することはできません。当然論文式試験も相対評価の試験です。つまり難しい問題はこれ誰も書けませんので合否に影響しません。つまりみんなが書ける問題を同じように書けるかどうかですね。つまり、基礎を重視して4科目バランスよく学習をして、で平均的な答案を全科目揃えられば、これ合格することができます。基本的には得意科目が不要 で苦手科目をなくして、で基礎を重視して4科目でこうバランスよく学習をして、平均的な答案を、4科目全て揃えれば、合格することができる、そういった試験がこの論文式試験ということになってきます。さらに鑑定試験の特徴としましては、1つ目、一度担当式試験に合格しますと論文式試験が最大3回受験できるですね。これ担当免除制度、言い方からこう三進制度ね、そういった制度になっています。特に鑑定試験は働きながら勉強する方がですね、かなりの割合いらっしゃいます。なのでやっぱね、そういった方はですね、この担当免除制度をうまく使っていただくことがね、一つポイントになってきます。さらに鑑定試験ですね、短期合格が可能となるように試験問題の見直しがですね、2016年度に実施されています。今本当鑑定業界でずっと人手不足なんですよね。なんでこう将来的には、鑑定士の人数足りなくなってしまって、今も足りないんですけど、なんで国土交通省ですね、あと不動産鑑定士協会で危機感を持ってまして、で2016年度にこう試験問題見直しを行いました。まあ学生等々の若い方だったり、不動産分野でのね職務経験ない方とかにも積極的にチャレンジしてもらうためにですね、要はね受かりやすくしています。それまではベテラン重視で知識量重視のね、そういった問題をね出していたんですけど、試験問題見直しまして、基礎を重視して初学者でも短期間で合格することができるような問題だったり形式だったり採点にですね変更しています。知識量重視のベテラン重視のそういった問題だったり最低だったんですけど、基礎を重視した初学者とも短期で合格することができるような問題だったり形式だったり最低にですね、2016年度からですね見直しでね問題変えていますね。本当に今ね短期で受かりやすくなっています。で、まあ、こういった鑑定試験の特徴を踏まえまして、でこう鑑定試験に興味を持っていただきまして、でじゃあね皆さんでじゃあ勉強始めました。じゃあね、最短でね鑑定士になるルートね、年明けからですね最短で鑑定士になるルートはどういったルートかというと、それは2014年度に担当論文一気に合格するというのがこれ最短ルートです。ただなかなか年明けから担当論文ね一気に合格するというのは厳しいというのは、特に働きながらですとなかなか厳しいというのは何だかお分かりいただけると思います。なので年明けからですと、レックとしておすすめするですね、合格戦略としましては、やはりまずは担当免除制度をですね、活用していただきまして、2024年度はまず担当だけに特化して、短期でね、合格をしてもらいまして、で、担当の負担をなくしまして、2025年度は難しい論文に、ね、専念して、で、合格をしてもらうですね。この担当免除制度をうまく活用してこう2段階で合格を目指すことが、年明けからですと戦略的な合格の仕方ですね、まあ、効率的な合格の仕方ということになってきます。なのでまず2024年度は担当の合格を目指す、担当だけの、ね、合格を目指す構想を取ってもらいたいということになってきます。で担当に特化したコースとしましては、レックですと通常のコースとして担当合格コースですね、全50回の通常のコースがあります。担当に特化したコースとしましては、レックですと通常のコースとして、全50回の、ね、担当合格コースがあります。ただ、年明けから担当合格を目指すならば、ぜひですね、おすすめのコースがありまして、それがこちらですね、年明けから4ヶ月で担当合格を目指します。この2024担当スーパー速習コースですね、こちら年明けからですとおすすめの担当に特化したコースということになってきます。ではこちらのね速習コースについて、通常のコースと比較をしながら、様々なポイントですね、特徴をね説明していきます。はい、まずはですね、まずは
はい、まずこの速修コースはね、ポイントとしましては、一つ目としましては、講義回数が少ないということになってきます。あえて講義回数をですね、少なくしています。つまり通常のコースはですね、全50回の回数なんですけど、その速修コースは約半分の27回の回数になっています。ただ回数少ない、これ合格するための知識としてはね、足りないんじゃない、不十分なんじゃないのって思いませんかね。この通常のコースですね、担当合格コースというのは、これ確実に担当合格を目指すことを目的としたコースが通常のコースです。なので講義の中では保険的に C ランク的な知識にも触れますし、さらには一度学んだことをですね、もう一度再確認するような、この総まとめ的な講座も含まれているのが通常のコースです。じゃあ回数が多ければ多いほどね、こういったまとめ的な講座が含まれていれば含まれているほどいいかと言いますと、特に働きながらの方でこういった資格試験にチャレンジして、で不合格になってしまう理由としましては、やっぱ仕事が忙しくなって、これ、ね、講座講義を消化しきれずに本試験を迎えてしまって不合格というのが一番の理由なんですね。つまりいくら講義回数が多くても消化しきれなければ、これ意味がないということになっていきます。なのでこの速修コースはですね、なので本試験を、ね、分析して徹底的にね、本試験を分析して担当の知識に絞り込んで講義を行っていきます。本試験を徹底的に分析して合格のためだけのね、担当に合格することだけの知識に絞り込んでですね、講義を行っていきます。つまり消化不良を起こしにくいカリキュラムになっています。要は10の不確かな知識よりも5の確実な知識で短期合格を目指す、そういったコースということになってきます。担当式試験はトップであろうがビリであろうが合格は合格です。担当の点数はね、論文に引き継がれません。なのでちょっと言葉悪いんですけども、ギリギリでも構わないので、なんとかですね、合格に滑り込ませるですね、そういった戦略的なコースがこのね、速修コースということになってきます。ただいくら回数を絞っているかといっても、やはりなかなか年明けから合格するというのはね、ちょっと難しいんじゃないかって思いませんかね。いや、さすがに年明けから4ヶ月というのはちょっと期間が短すぎるんじゃないか、そういった疑問もあるとは思います。確かに年明けから2024年度に担当論文一気に合格するというのは、それ当然難しいです。ただ担当だけに絞るならば、これ年明けからでもですね、十分合格するとね、合格することはね、可能ということになってきます。担当だけに絞るならば、年明けからでもですね、十分にこれね、合格することができます。なぜかというと、この速修コースの中の知識をインプットしていく、そのインプット講座なんですが、速修コースの中の知識をインプットしていくインプット講座なんですけど、こちらは通常のコースよりもね、講義回数を絞っているので、それに伴って復習時間もこれ圧縮されるわけなんですね。速修コースの中の知識をインプットしていくインプット講座ですね、通常のコースよりも回数を絞っているので、それに伴って復習時間もこれ圧縮されます。つまり通常のコースですと、先ほども説明した通り、これ講義の時間も含めまして、合格するまでにはだいたい500時間ぐらいの勉強時間が必要なんですけど、この速修コースはインプット部分ですね、回数をね、かなり絞っていて、それに伴って復習時間も圧縮されますので、だいたい400時間ぐらいの勉強時間確保していただければ、これ十分にね、担当を合格することができます。で、年明けから4ヶ月でこの400時間を消化するってことでね、年明けから4ヶ月ですね、日数でいうとこれ120日です。400時間を120日で割りますと、これ1日あたりの勉強時間はだいたい 3.3 時間ぐらいですね。
つまりこう週末多めに勉強していただければ、平日はだいたい2時間ぐらいでですね、400時間ですね、消化することができます。皆さん通勤通学とかで2時間ぐらいこうかかっていませんかね。その通勤通学の時間をこう勉強時間に当てていただければ、それも含めてこう400時間ですので、ね、週末ちょっと多めにやっていただければ、平日は通勤通学の2時間程度を勉強時間に当てていただければ、こう十分にね、400時間ですね、年明けからでも消化することができます。特に例えば宅建試験とか勉強されている方とか、あとはね、他の資格試験とかでこう担当式試験慣れている方ですと、この400時間が例えば300時間ぐらいとかね、さらに圧縮されたりします。で、この速習講座というのは、もうね、開校14年目なんですけど、多くの合格者ね、出ているんですけど、その中には、当然300時間、さらにこう200時間台とかでもね、合格している方はね、数多く出てますので、ね、十分に年明けからでもですね、間に合うですね、そういった、これね、学習時間になっています。では、速習コースですね、申し込むにはね、どれぐらいのお金が必要なのかですね、コスト、受講料、大事なことですよね。で、この速習コースはですね、受講料ですね、かなり安く抑えられています。受講料が、ね、かなり安く抑えられていますと、これ早期申し込み割引なんかを活用していただければ、これ通常のコースの約半額の受講料で速習コースですね、申し込むことができます。ぜひ他の予備校さんとか他の資格とかで、ね、比較してみてください。これかなり初期投資が抑えられているですね、始めやすいですね、入りやすい、そういったね、受講料に設定されています。ただ安いということは悪い、安かろう悪かろうじゃないか、つまり教材等々が通常のコースと比べるとなんか少なかったり、もしくは後からなんかね、追加的に買わなきゃいけなかったりとか、そういったねことになってるんじゃないか、安かろう悪かろうじゃないか、そんなことはないです。教材はですね、これ通常のコースと基本的にはですね、一緒同じとなっています。つまりは基礎テキスト、あとは過去問、あとは、アウトプットですね、答案練習会等々のね、回数等々も、これ通常のコースと基本的なね、変わりはありません。後から余計なものをですね、こう買ったり付け足したりする人はね、一切ありません。この速習コースの中ね、テキストから過去問からですね、必要な問題もね、すべて含まれてますので、このね、速習コースだけ取っていただきまして、しっかりとね、消化していただければですね、十分に合格する力が身についていくですね、そういったこれね、コースになっています。じゃあ、この速習コースの一応構成を説明していきます。まず大枠としましては、このね、速習コースはですね、まず、知識をですね、インプットしていきます。これ、担当基礎記の部分がありまして、ね、知識をインプットしていきます。担当基礎記がありまして、で、問題を数多く解いていく、まあ、アウトプットの時期ですね、アウトプットの時期であり、担当完成基礎ですね、まあ、大きくこうね、時期が分かれていきます。速習コースは大枠としました知識をインプットしていく担当基礎期とですね、多くの問題を解いていくアウトプットの時期であります担当完成期ですね、大きくて2つの時期に分かれていきます。で、この知識をインプットしていく担当基礎期で受講していただくのがこの担当スーパー速習講座ということになっていきます。で、この講座はですね、この講座は速習専用のインプットコース、速習のためだけにね、事前に収録された速習専用のこれインプット講座ということになってきます。で、内訳としましてはですね、内訳としましては、鑑定理論11回、行政法規9回のね、全20回の講義回ですね、1コマ 2.5 時間で、ね、かける20回のインプット講座ということになってきます。で、このアウトプットの時期、担当完成期に受けていただくのが、まずはね、この担当実践答練、本試験レベルの実践的な問題を解いていく、鑑定理論3回、行政法規3回、計6回のね、担当実践答練です。
で最後総仕上げですね、全国規模で行われます全日本担当公開模擬試験ですね、まあ、模試全1回受けていただきまして5月の担当試験をね臨んでいただくね、そういった流れになっています。このアウトプットの時期のこの実践答練と模試ですね、こちらは2時間で40問ですね、それぞれ問題解いて、で10分間程度の休憩を挟んで50分の解説講義を受講する、まあ、トータル3時間の講義ね、時間ですね、そういった流れになっています。でこの実践答練と模試はですね、これ通常のコースとこれ共通のものになっています。このアウトプット時期の実践答練と模試はですね、通常のコースとこれ共通のものになっています。つまり大きな流れとしましては、まずは速習専用のこのインプット講座ですね、速習スーパーね、担当スーパー速習講座で効率的に知識をインプットして、であとは通常のコースに合流して多くの問題を解いていって仕上げていくこの担当完成期ですね。大きな流れとしましては、まずは速習専用のこの担当スーパー速習講座インプット講座で効率的に知識をインプットして、で担当完成期の通常のコースに合流して多くの問題を解いて仕上げていく、ね、そういった大きな流れになっています。で受講の仕方なんですけど、この知識をインプットしていくこの速習講座ですね、こちらは生クラスはなくて通信講座のみとなっています。いや自分ね生クラスの方がねいいんだって方もいると思います。ただですね、あの生クラスはですねちょっとねデメリットもあります。通常のコースはですね毎週日曜ですね2コマずつの生クラスのスケジュールなんですけど、朝の10時から1コマ目ですね、2時間半12時半まで1コマ目、1時間の休憩を挟んで午後の1時半から4時までが2コマ目ですね、1時間の休憩を挟んで朝の10時から夕方の4時まで6時間ですね、まあ通学の時間なんかを含めますと毎週日曜日ですね7時間で、ね、こうフルでしっかりと確保する必要があります。これなかなか大変ですね。毎週日曜日ですね、朝10時から6時まで通学の時間を含めね合計7時間ぐらいでずっとこう確保しなければならない。なので例えば働きながらの方ですとお仕事の都合とか、もちろんねあのねお子さんのねなんかね都合とかでやっぱりこうなかなかずっと毎週7時間確保するって難しかったりしますよね。つまり生クラスというのは講義のスケジュールに自分の都合を、ね、合わせなければならないので結構ね大変ですね。そういった面ではこうデメリットがあるのがね生クラスです。一方通信ですね、レックの通信はまず講義の中身が1回の講義あたりがですねこれ4ユニット制ね、4ユニットのね内訳になっています。4ユニット制なんですね。1ユニット35分 ×4 ユニットで1コマですね、1回分の講義になっています。なので1日の中で35分の隙間があれば講義の受講をですね入れ込むことができます。例えば朝ちょっと早く起きてまずね35分1ユニット講義をね受講して、で通勤通学をしてお昼休みにまたさらに35分1ユニット講義を聞いて、で帰宅をして残りですね2ユニット講義を受講するって形で1日の中で35分の隙間があれば講義の受講をですねどんどん入れ込むことができる。つまり4ユニット制のレックの通信講座というのは自分の生活に講義の受講を、ね、入れ込みやすいですね。そういったプラス面がありますので、特にこれね担当スーパー速習講座のコースというのは年明けからこれある程度こうタイトなスケジュールで講座を受講していく必要があるので、やっぱりね自分の生活に講座の受講を入れ込みやすいこう通信の方がですねいろいろメリットがあるんだということになってきます。で一方このアウトプット部分ですね、実践答練もちですね、こちらはあの、ね、生クラスがあります。でスケジュールとしましては、はい、まず、担当実践答練は、これね、東京の水道橋本校だけの実施になってきます。で日程としましては実践答練は、3月の24日ですね、日曜日ですねから3週にわたって毎週日3週間にわたって毎週日曜日午前10時から行政起き、午後の2時から鑑定論ですね、3週間にわたってですね3回計6回ですね実践答練の生クラスのスケジュールが設定されています。で公開模試はといいますと日程としましては4月の14日の日曜日が模試の日程です。で
模試についてはですね、これ全国11カ所で実施がなされます。水道橋、札幌、富山で、金沢、梅田駅前、京都駅前で、神戸、岡山、広島で、佐世保駅前、長崎駅前ね、全国11カ所で模試については実施があります。なんでこちらについてはですね、お近くのこの11のいずれかの本校で生で模試ですね、受けることができます。なので、受講形態としましては、受講形態としましては、まず、インプットはですね、もう通信のみですね。知識をインプットして、インプットは通信のみです。で、通信の受講の仕方としましては、ウェブでの受講と DVD での受講ですね。いずれかです。まあ、内容はね、これいずれも同じなんですけど、パソコンだったりスマホ等々で講義を視聴していくのがウェブ講座での受講です。こちらね、視聴期限があります。2024年の、まあ、5月の末までが、8月の末までですね。2024年8月の末までが視聴期限ということになっていきます。一方 DVD はね、手元に DVD が送られてくるのでですね、手元に教材が残る。その分ですね、ちょっとね、受講料がね、高い設定になっています。で、アウトプット部分の受講の仕方によって、さらにですね、受講形態が分かれてきまして、まず、実践当例模試ですね、すべて通信で受講する形態が一つ目ですね。実践当例模試、すべてね、通信で受講する。で、模試だけを先ほどの全国11カ所のね、本校で生で受ける、模試だけ通過をするっていう受講形態。さらには、これ水道橋本校だけなんですけど、実践当連と模試ですね、両方水道橋に通学するですね、そういった受講形態ですね。一応3通りにさらに、ね、受講形態が分かれてきます。で、ちょっと通信ですと直接ね、講師に質問ができないとか、そういったデメリットもあるんじゃないかと思われると思うんですが、この速習コースにはですね、速習コースにはメールでの質問制度ですね、教えてチューターというですね、メールでの質問制度がついています。勉強内容だったりですね、勉強方法だったりですね、何でも質問できます。回数制限もありませんので、鑑定料については私がね、直接ね、答えていきます。週末とか挟まなければ、基本的には1日程度でね、答え返せると思いますので、直接、生クラスで質問できない代わりには、ね、十分になり得ると思いますので、このチューターなんかね、うまくね、メールの質問制度活用してください。で、見事ね、この速習コースね、受講いただきまして、担当に合格しますと、次はですね、2025年度は、ね、論文のコースを受講していただくということになってきます。で、この速習コース申し込んでいただきまして、見事ね、担当ね、合格いただきますと、まあ、合格体験記とかね、そういったね、ものはちょっと必要になってくるんですけど、これ、40% 割引で、論文のコース申し込めるような、そういった割引制度なんかもね、しっかりと準備していますので、まずはですね、2024年度はですね、担当の合格をね、この速習コースで目指してほしいということになってきます。で、この速習コースですね、どういった方におすすめかと言いますと、まずは、宅建の知識がある方おすすめですね。宅建で学んだことをですね、活かせるですね、親和性が高い資格ですね、鑑定士やっぱり一番親和性が高いと思います。宅建で学んだことを一番活かせるね、試験がですね、この鑑定試験だと思います。特にこう直近に担当の勉強をなさった方ですね、今知識が貯金として残ってますよね。でその貯金ってどんどん時が経つことにこうね、目減りしていってしまいますので、ぜひね、その今ある貯金をですね、生かしてほしい。で、生かせるに一番親和性が高いのはね、この鑑定試験で言われてますので、ぜひですね、その貯金を生かしてほしいですね。宅建試験ですね。勉強したり受けたりした方におすすめの速習コースです。続いて、過去に学習経験がある方です。多分、独学等々で過去にね、鑑定試験勉強して、残念ながら不合格だった。そういった方にもおすすめなのが速習コース。この速習コースは、コンパクトに効率的に知識をインプットすることができるので、過去にね、一度学習された方にもおすすめなのが、この速習コースということになってきます。さらには、短期集中学習で一気に担当をね、突破したい方ということになってきます。で、いやもうね、2025年度、年が明けたならば、ゆっくりと2025年度向けのですね、コースを取って、2025年度ゆっくりですね、ゆっくり、
担当論文、年が明けたならばですね、2025年度向けのコースを取ってゆっくり2025年度に向けて担当論文同時で勉強するですね、そういった判断する方もいると思います。決してね、間違いじゃないと思うんですけど、判断としては。ただこう、ね、最終合格をするために一番ポイントは、なるべく早く担当式試験で合格することなんですね。最終の論文試験合格するためには、一番のポイントは、なるべく早く担当式試験合格することです。担当に合格して担当の負担をなくすことです。なので、2025年度に論文最終合格を目指すならば、2025年度に担当論文同時に勉強するよりも、2024年度に担当合格して担当の負担をなくして、で2025年度は論文に特化した方が、やっぱり2025年度の最終合格のこれ合格の可能性を高めることになってきます。なるべく早くですね、担当ね、合格して負担をなくすべきです。で、ゆっくり勉強するというのは、それだけね、勉強時間が長くなりますよね。これ長くなると、モチベーション維持とか結構大変なんですよね。で、速修コースというのはもう年明けから4ヶ月で、短期間で合格を目指す。もう4ヶ月しかないので、なんかモチベーション維持とかも考えるまでもなくね、あっという間に本試験来てしまいます。なので、もう短期間で集中してね、効率的に勉強することができます。モチベーション維持とかも考える暇もないので、そういった意味でも、やっぱりね、短い期間で集中するとね、いろんなね、こうプラスの面があります。で、この、年明けから担当ね、合格を目指せるコースはですね、このもうレックだけですよ。年明けから担当の合格を目指せるコースはもうレックだけが提供しています。で、今本当ね、鑑定業界人手不足です。で、今ね、鑑定業界も変革期になりますので、ぜひですね、鑑定士、興味持っていただいた方ですね、この速修コースですね、短期間で2024年度担当合格をしていただきまして、担当の負担をなくして2025年度論文に特化して、見事ね、論文合格していただきまして、次のね、鑑定業界の担い手にですね、皆さんですね、なっていただけたのはありがたいということになってきます。はい、では以上をもちまして、私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。